カーテンは単なる実用品ではなく、部屋を彩る重要なアイテムでもあります。部屋の占有面積の広いものはカーペットやラグのほかにカーテンがあります。今回はカーテンのいろいろをお話しします。カーテンは色も柄も生地も豊富なので、たくさんの組み合わせが楽しめます。カーテンを変えるだけでも部屋の雰囲気を楽しくすることができます。ただ何度も言いますが、決めたメインカラーで統一するという大前提で選んでください。皆さんがよく見かけるカーテンはプリーツのあるカーテンだと思いますが、その他にもフラット型、タブ付き、ハトメタイプなど加工方法にも種類があります。既製品のプリーツカーテンは 1.5 倍ひだが一般的ですが、2倍ひだにするだけでプリーツが深くなり重厚な感じになります。カジュアルな雰囲気にしたければ、フラットタイプやタブ付きにして、カーテンレールを使わずカーテンポールに通す取り付け方がおすすめです。また、カーテンレールにプリーツカーテンを取り付ける場合、バランスというカーテンレールを覆い隠す上飾りを取り付けることで、クラシックなスタイルになります。ニトリのカーテンカウンターでも注文できます。他にもカーテンをまとめるタッセルは、カーテンと共布のものを使わず、異素材のものに変えることで印象が変わります。最近の住宅では、小窓やスリット窓も含めて、いろいろな形の窓が増えています。ここでは、さまざまなウィンドウカバリングを紹介します。まずは、ロールスクリーンやブラインドです。巻き上げてしまえばその存在は見えなくなるので、窓自体のデザインを邪魔しません。下ろした時は遮光レベルで真っ暗にしたり、ある程度の外光を取り入れたり、明るさを選ぶことができます。人通りのある場所に面した窓や手軽に光を取り入れたい小窓に最適です。またロールスクリーンをカーテン生地で作れば、ひだがないので柄を生かすことができます。ここで取り付け方を一つ紹介します。柄や色の入ったレースカーテンが最近増えていますので、それを部屋の内側に取り付けてみてください。順番を入れ替えるだけでも部屋が違った雰囲気になるはずです。